ロチェスターは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州、ストラフォード郡最大の都市であり、ニューハンプシャー州海岸地域でも最大である。2010年国勢調査では、人口29,752人となっており、州内の都市では、人口で、第5位である。市内には、イーストロチェスターとゴーニックのビレッジがある。またスカイヘイブン空港があり、 毎年ロチェスター祭りを開いている。ロチェスターにはかつて安倍な貴族インディアンが住んでいた。彼らは釣りや狩猟を行い、カボチャ、スカッシュ、マメルよよびトウモロコシを栽培する農業を営んでいたが、土地が痩せてくると住処を移していた。ゴーニックは、スカマのゴーニックと呼ばれ、粘土のある丘の水域を意味していた。ロチェスターの町は、 マサチューセッツ湾直轄植民地総督のサミュエル・シュートがその任期中に認可した四つの土地の一つだった。1722年に自治体となり、シュートの親友でロチェスター伯爵、ローレンス・ハイドにちなんで、ロチェスターと名付けられた。ロチェスター伯爵はイングランド王ジェームズ2世の議定でもあった。当時の監修として、背の高い白松の木は、 イギリス海軍のマストとして使われるために取って置かれた。しかし、インディアンとの敵対関係のために開拓は1728年まで進まなかった。インディアンの攻撃は1748年まで続いた。初期の住居はヘイブンヒルの近くに防衛のために集合して置かれた。インディアンは戦争や病気のために勢力を落とし、この地域からいなくなった。 当時の地域社会には、ファーミントンやミルトンが含まれていたが、それぞれ1798年と1802年に自治体化された。1737年、ロチェスターヒルにある改修派協会では、エーモスメイン牧師が初代の入植者牧師になった。この建物は、ロチェスター広場に移された。その広場は、 広さ250エーカーあり、ノルウェー松がたくさんあったのでノルウェープレーンミル広場と呼ばれていた。当時は現在の中心街となったところまで広がっていた。1738年までにこの農業町には60家族が住み着いた。今日、彫刻家ジューゼッペ・モレッティが制作したパーソンメインの彫像が広場を俯瞰している。 1780年までに広場を取り巻く地域は、町の中でも最も人口の多い場所となり、広場の東端には集会所権協会が建てられ、その入り口はサウスメイン通りに面していた。新しい集会所の側に墓地も作られたが、その場所は湿気が多いことがわかり、現在のオールドロチェスター墓地に移された。1842年、集会所権協会は、 現在のリバティ通りとサウスメイン通りの角に移された。時を経るにつれて、広場は開発のために売却される場所が出て、その大きさは小さくなっていった。アメリカ独立戦争の時、広場は出生する兵士の集合場所になった。また南北戦争で戦死した54人の名前を刻んだ記念碑もある。木の記念碑は1870年代に除幕され、 1880年代には、彫像が追加された。石踏みの側には、南北戦争時代の大砲を4門が置かれていたが、第二次世界大戦の時に、戦争に使うために溶かされた。その後、第二次世界大戦の大砲が置かれた。1914年に、マイルス・ダスティンが、屋外ステージを建設した。それ以前のコンサートは、広場で開催されていた。 1917年には旗竿を J. フランク・プレースが寄付した。プレースは新聞ロチェスター・クーリエの元出版社だった。町の初期時代は50家族以上になった時に公立学校を作って読み書きを教えることが求められていた。1750年まではインディアンとの敵対関係があったためにこの規則を無視していることができた。 1750年にはインディアンがもはや脅威ではなくなったので町の集会での投票で子供たちの教育を始めることになった。1751年ロチェスターで初の公共教育が始まった。この学校は16週間続き最初の教師はジョン・フォーストだった。フォーストの給与は15ポンドであり毎月違う家庭に寄宿した。初期の学校は 教室の前に暖炉があった。教室の前の方に座る生徒はすぐに暖かくなったが、後ろの方の生徒は心から冷えたままだった。生徒のしつけについては教師が無知で叩くことが認められていた。初期の教師の一人、タナーは一本しか腕がなかったとしても、この地域では最良のムチ打ち者として知られていた。 ロチェスターが開拓された頃は、郵便制度が全くなかった。1768年、一人の郵便配達人が、馬で、ポーツマス・ポーツマスからバーウィック、ドーバーを通って、ロチェスターに新聞を配達するようになった。1792年、ジョセフ・ペインが、週1回郵便を配達し集めていくようになって、事態が改善された。 彼が町に到着すると角笛が鳴らされて、その到着が知らされた。1812年3月26日に、バーク酒場内に固定郵便局が設立された。初代郵便局長は、ウィリアム・バーカーだった。最初の大きな事業は製材業だった。ロチェスターは、コチェコ側の水力を利用して工場長として、発展するにつれ、他の産業も発展してきた。 1806年には6つの川なめし工場、1つの製材工場、毛織物工場及び2つの製粉工場があった。1820年代から1830年代まで家具製作所や時計製作所があった。1834年にメカニクス社が設立されて毛織毛布を生産し、1853年の ニューヨーク国際博覧会では高品質賞を受賞した。ノルウェープレーンケオリ会社は南北戦争で北軍が使った毛布を生産し、1870年には160万ヤードの布を生産したが、中級世紀末には廃業した。1854年 EG&E、e、オレスグツ会社が設立されて、1901年には700人以上を雇用するようになり、 市内最大の雇用主になった。その社名は1920年代にロチェスターグッズ会社に変えられた。1889年にケッセル大化レンガ会社が設立され、ハーバード大学の新しい建物のレンガがゴーニックで生産された。貨物はロチェスター市内を通る4つの鉄道線で運ばれた。ロチェスターは マサチューセッツ州ヘイブリルとメイン州ポートランドの間の主要接続駅だった。農業の重要さも継続し、1875年にはロチェスター祭りが設立された。1891年、ロチェスターは姿勢を敷いた。1885年、ケイシー・サンボーン、ドラグストアに初の電話が引かれ、ドーバーの交換所と接続された。 1900年代初期までに、1日に、市内通は1200本、市外通は400本が行われるようになった。世界恐慌の時、いくつかの製造業が、アメリカ合衆国南部の賃金の安さを求めて、移転するか、破産するかした。工業時代の名残としていくつかの素晴らしい建築が、残った。 コンコードの建築家ランドレッドとグリフィンが設計したロチェスター公共図書館がその例である。ロチェスター公共図書館は1893年に開館され、州内でも開館時期の早かった公共図書館3館の一つだった。当時はポートランド通りとメイン通りの角にあったが、少し後に市役所に移転された。1900年代初期。 ロチェスター郵便局長、オスマン・ウォーレンが、アンドリュー・カーネギーに会って、新しい図書館建設に対する、財政的援助を取り付けた。カーネギー財団は2万ドルの小切手を渡した。新しい図書館は、メイン通り学校があった場所に建設された。この図書館は、レンガと花崗岩を使った、新城寺屋町建築様式で建てられ、内装は、 金色の奥材と糸杉材で仕上げられた。新図書館は1905年10月2日に開館し、初日に150人が利用者登録した。初代史書はリリアン・パーシュレー城であり、1945年に死ぬまでこの職を続けた。その助手であるベルマ・フォスが二代目史書になった。もう一つ著名な建築として、 ジョージ・ギルマン・アダムズが設計し1908年建設のロチェスター市役所とオペラハウスがある。アダムズはニューイングランドのバーモント州、ベローズ・フォールズ、マサチューセッツ州、エイムズベリー、ニューハンプシャー州、ドーバー及び同州、デリーなどで市役所とオペラハウスという多目的建築物を手掛けて来ていた。 アダムズが設計したこの種の建物は多くが火事で破壊されたので現在ではメイン州、ウォータービル、バーモント州、モントピリア、デリおよびロチェスターの4巻しか残っていないアダムズのオペラハウスは観客席が可動式であり階段上にも平面上にもなるという特徴がある階段上にした時に劇やコンサートを鑑賞できる平面上にした時に ダンスや集会所として使うことができる。ロチェスター・オペラハウスは1908年のメモリアルデーに開館した。アダムズ設計の建物のほとんどが稼働式床を採用しているが、ウォータービルとモントピリアはそうではない。他の建物が破壊されたので、ロチェスター・オペラハウスはこの主稼働床を採用したことでは国内唯一のものになっている。今日でも、 ロチェスターオペラハウスで感激することができる。開館した1000年以上前の姿を止めている。1929年5月20日は、ロチェスターにおけるサイレント映画が終わった時だった。この日、クララ帽子演の陶器家映画、ザワイルドパーティーが封切られた。上映館は、シーニック劇場だった。夕方の入場料は大人35セント、小人15セントだった。 1947年の夏は乾燥していた。この年10月遅くになっても9月半ば以降の降水量が8分の1インチに過ぎず気温が高かった。小さな池や小川は枯れ上がり地元の夫はサーモンフォールズ川やコチェコ川から水を引いて家畜に水を飲ませた。火事が起こる危険性が高かった。10月21日 ファーミントンを通過する列車からの火花が線路の両側にあった乾燥した草に燃え移り、ロチェスターでは最大の火災を起こした。最初は消防士が火災を沈められるように見えたが、その2日後に風速60マイル、地の風が起きて小さな火が制御不能に変わった。風に煽られた火事は南部から東部に延焼していった。高さ40フィートになった火炎は、 長さ9マイル、幅2マイルの地域を焼き尽くした。火事が収まるまでに30件以上の家屋が失われた。1954年9月2日、ハリケーンキャロルがニューハンプシャー州を襲った。ハリケーンの風は90マイル、地にもなった。州内の被害額は300万ドルと推計され、嵐の間の降水量は4インチだった。ナシュアは、 北緯43度18分7秒整形70度58分23秒北43.30194度整形70.97306度43.30194-70.97306に位置するアメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は45.8平方マイルこのうち陸地は45.2平方マイル 水域は0.6平方マイルで、水域率は1.38%である。市内には、サーモンフォールズ川、アイシングラス川およびコチェコ川が流れている。市内の最高地点は、ヌートリッジが南に伸びた地点で市の北側隅であり、海抜は581フィートである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。